はい、どうも、いざ急流です。アクトレイザー続きやっていきたいと思います。前回ですね、ブラッドプールクリアしました。てかあれですね、一回終わるごとにフィルマーに戻されるんですね。そうだ、フィルマーに米の技術をちょっと伝来して置いてあるか。なんか新しい技術とか出てないかな。どれだっけ、町行くのこれだ。お、おう神よ、私は南東の崖の大きな岩より聖なる力を感じるのです。あそこには何かが待っているのではないでしょうか、って言ってたね。そういえばここか。え、これもしかしてこう行ける、行けないよね。雷でも落としてみる。はい、おい、壊れないか。南東の崖だから、まあいいや、片っ端からちょっと壊してっか。ちゃうちゃう。ここお、壊れた。今の落雷で人々は何か騒いでいるんです。なんだ、神様、南東の崖より神の魔法が見つかったのでご報告いたします。捧げ物として献上しますので、どうぞお納めください。ということで、何、東の森から巻物が見つかったのでご報告します。捧げ物として献上しますので、どうぞお納めください。なるほど、ピッ、なんだい、どんどん来んな。お、フィルモアでは行商が始まりました。先日漁師が海岸で船を手入れしているとき巻物を発見しました。捧げ物として献上しますので、どうぞお納めくださいまし。ほう、なんかやたらくれるみたいだけど、なんじゃ。お、魔法の源。おう、やべえな、魔法の源なんか2個もらっちゃったよ。あ、落雷のとこにあったやつか。炎の魔法、おうよ、もらっとくぜ。ちょっと失礼、すいませんね、ちょっと切るものを忘れてたんで。これで OK かな。よし、じゃあ移動しますか。ほいっと。で、ブラッドプールが解決したんで、次は上かな、ここかな。カサンドラはなんかやばそうだからな。マラーナ、あー、どうしよっかな。はい、どうせここ行ってみるか。魔法、なんか炎の方が使いやすそうだよね。おう、捧げ物使おうかな。ちょっと戻ろう、ちょっとブラッドプールでいいや。捧げ物ってどうした？ああ、あれか、戦が起きてるってことか。ないんですよ、今そういうものはないんですよ。まあ見つかったら取りに行きますよ。じゃあ今回はアイトス行きますか。よっしゃ、倒しに行きます。ほい、
敵強そうだな。アイトス。うい。おう、もう一回。そういう罠。おいて。うわ。おう。うわ、やらしい。お、勝て。やべ、行っちゃう。うわぁ。いて。あ、いて。よいしょ。ほいほいほい。岩投げんな、マジで勘弁だわ。乗ってた方がいいわ、これ。うわ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 、こわっ。お、回復。うわ、敵多い。お、いて。壊せねえ。違う、壊せねえ、勝てダメだ俺、硬すぎる。てか天狗うせえな。これどうやって魔法つんだ。こうか。おお、すげえ。うっざ。意外と早いなあれ。しかも上からも降ってくるのかよ。しかもあ、やらしいなこれ。うん、回復欲しいな。うわー、マジか。そういうのは良くないと思います。なんかありそうだからちょっとこっち行く。あった。あ、回復ですらね。よっ、あぶね。ああ、よかった。次行った。あ、あの風みたいなの壊せたな。こいつ、レッドアリーマンみたいな動きしやがんな。ああ、マジかなんとかなるな。おお、あ、やばい。あ、やばいで終わっちゃったよ。あぶい。ああ、ああ。ダメか。あー、めんどくさい。残り一発分になっちゃった。ていうか、なんでこんなとこにカラス天狗いんだよ。いて。うわ、マジか。まだいついたのか。ああ、当たらんよね。それ、ああ、最後の一発だ。これ、下降りて大丈夫か。よいしょ。ああ!やっべ。むず。
ていうか、カラステグ厄介だな。ああ下降りた方がいいな。ほっ、あいて、なんだこれ、もうなんか出せるようになった。うわボス、うわ竜だ。思わずは竜だってちゃったけど、あやばそう。で、うわ下か、うわマジか、うわこれはやばいぞ。おっと、これ強えな。当たり判定頭だけなんだね。おっしゃ、あれだな、剣戦様様だな。あれだな、マンティコアの時よりは結構楽に倒せたな。なんだかんだ魔法使ってないしな。さ、帰りまーす。で、ウェーイ。おう、やっとアイトスにも人が住めるようになったね。頑張っちゃおうかい。おんないや。うん。ほうほうほう。いかづちで岩壊せた。これいっぺんに地震とかでドーンってできないのかな。ちょっとやってみるか。おい、何もできないか。じゃあいいや、地道に壊していくか。魔法室見つけた。ああなるほど、そっか。アイトスの人々なんや。神様、あの人は魔物の巣を封印するときかなりひどい怪我を負いました。これからしばらくは私が一人でアイトスを発展させていくことになりそうです。おう、何やアイトスの人々。神様、今年は牧場に馬を持つものがあるようです。え、だから何。お、やれるか。やった、よくやった。お、なんか見つけた。
なるほどね。いつもの彫像ね、多分。神様、あの人はひどい傷を負いながらも、魔物の巣の封印に出向いたのです。魔物は封印されましたが、その代償として、あの人の体は死を待つのみとなりました。今、彼は最後の力を振り絞って、神殿の前に立っています。先ほど、彼はこう言っておりました。最後の時は、神の涙に包まれて眠りたいと。どうか、雨を降らせてあげてくださいまし。勇者には、雨を降らして、その願いを叶えてやるしかね。はいよ。神の涙に包まれた、あの人の、顔は、安らかでした。神様、あの人の気持ちを分かっていただいて、本当に、ありがとうございました。まあ、せめてもの手向けってやつだな。どうした？アイトスのヒュートどうした？神様、風がなくなり、風車が思うように回ってくれません。風を吹かせては、もらえないでしょうか？風か…オッケーオッケー。ほいさ、どうや、よしよし、なんか見つかった。不思議な意味や、あれか、天使の意味やか、もらっとくか。とりあえず これをもらっとこう。じゃあそろそろ新たな道筋を。ないや。神様、ここアイトスでは登山技術が生まれました。山では見たこともないようなものがいろいろと見つかるものです。何か発見されましたらご報告いたします。すげえな、登山技術がとうとう生まれちゃったよ。レベルアップした。おお、ヒットポイント上がったね。おお、すんごいな、次。ん？お、巻物見つけた。どれどれ、ああ、もらおうと思ったな。神様、私たちは羊の毛皮から服を作ることを覚えました。この毛皮は非常に暖かく、アイトスのように標高が高くて寒い地域にはもってこいのものです。今年は羊の毛皮を捧げ物にしたいと思います。なるほどね、寒い地域で使えるようなものってことか。いいね。巻物使っとこう。なんかいっぱいになってきちゃったな、アイテム。なんかここで撃ってるとハメ技みたいになってきてる。あと魔物を倒すぐらいしかないからな。
おお、これで全部かな。神様、どうか助けてください。今まで一度も噴火したことのない火山が突然活動を始め、そこから魔物の歩みの音が。火山の噴火の上に魔物まで現れたら、ここアイトスは終わりです。魔物の巣を命がけで封印したあの人のためにも、地上へ戦いに赴きください。やべえな。うわ、こんな時に町建設中になってんじゃねえ、やべえ。よっしゃ、戻るぜ、やるぜ。あいよ、火口の中か、なかなかやばそうだ。左に行くのか。行った。撃ってくる系の敵か、めんどくさ。あっ、熱っ、熱っ。うわ、そういう感じか、厄介だ。うわ、なんだこれ。やべえな、あれもしかしてほっとくと爆発すんのか。あぶねえ、あぶねえっていうか当たってるけどね。あつ、次のステージ。うわ、すんごいなこの感じ。あぶね、あっつ。いやー、マジか、そういう感じね。ってことは、あの2段目のとこに乗って、いいよ、こういうことか。でここに乗って、ほっ、うわ怖っ、危なっ。あいつ、あっつ、このアイトスって場所どっちかっていうとなんか和物っぽいよな。いて、やべえ、やられる。お、もうちょい魔法使えってことかなって。こう壊せないよね、怖っ。危ねえ、熱い、すげえ食らった、5食らったよ。うわ、ボスだ。うわ、カシャ、妖怪カシャ。うわ、いしゃい、熱い、熱い、ずえい、いった、ずえい、ずえいや。わわ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 、あっちだ、マジか。やれやれ。なるほど、上に乗るとこれ下に降りてこないんだ。で、
こういう感じか。オッケーオッケー、理解した。よっしゃい、あぶねー、ウェーアクトスクリア。まさかの妖怪貨車が出てくるとは思わなかった。それともあれかな、お日の輪車だかおぼろ車だか、そんなんかな。てかどうした、神様、ここアイトスからは魔物の影が消えました。これからは、もう神様に見守っていただかなくとも、自分たちの力だけでやって行けます。どうか他の地域を、ここ、アイトスのように、安らぎのある土地にしてあげてください。まあ、アイトスは平和になりましたな。さてさて、町もできたみたいなんで、それに特にイベントが起きないんでね、とりあえずは戻ろうかなとは思ってるんですけどね。まあまだまだちょこちょこっと町はできていくみたいですけど、天空城に戻りますよ。よいしょ。それでは今回ここまでにしたいと思います。それではまた次回よろしくお願いします。ではまた。